一般社団法人兵庫県新旧市会は、兵庫県神戸市中央区山本通りに日本橋を置き、兵庫県の新旧市を会員とする職能団体。日本新旧市会とともに、新旧市の法的身分の向上と、新旧の医療としての位置づけ、保健運動の推進などを主な活動とする。日本新旧市会と同年の1951年に、 社団法人兵庫県新旧市会の名称で公益法人として許可を受け事業活動を開始2013年4月1日付で一般社団法人兵庫県新旧市会に移行した新旧術の医学的研究と振興新旧市の資質の向上を図り県民の福祉の向上の企業を目的とした新旧市の職能団体である2001年には全国で 唯一の社団法人を設立母体とする厚生労働省認定の兵庫新灸専門学校を開校した。姉妹校として兵庫や荒生専門学校を持つ。また、新灸の普及のため、新灸で病気が回遊するメカニズムや新灸が痛いのではないか、熱いのではないかといった疑問に答えたり、針野球、小児針を一般県民に体験してもらう目的の新灸店を 兵庫県内で開催するなどの活動も行っている。以上同会は、阪神、淡路大震災時に当時副会長であった佐伯木氏を中心に、新旧ボランティアを実施した。当初は被災者よりも避難所管理にあたる自治体職員やライフライン復旧のために、全国から駆けつけた救援隊員らに向けたものであった。震災三日目の一月十九日からは、官員有志の声を組み、 被災者来の新旧ボランティアが本格化する。当初は避難所での張り紙による告知による通院方式であったが、多くの被災者に対応するために、日本新旧司会や他府県の新旧司会らと共に、各避難所を巡回訪問する巡回方式に切り替えられ、震災発生2ヶ月半後に当たる3月31日まで続けられた。その間、巡回方式で127避難所、 延べ237回の訪問で、受領者は巡回方式で6250人、通院方式で14253人であった。当時の避難所はプライバシーが十分に保全されておらず、それがかえって新旧の効果を多くの被災者へ伝える結果になり、受領者の6、7割は、新旧治療は初めてであったが、針は、痛い、球は、 暑いといった負の先入観の払拭に役立ったという。これらの経験は、日本新旧司会に報告が挙げられたほか、南海トラフを想定した和歌山県新旧司会の災害ボランティアマニュアル作成時に役立った。同会では、当時の経験を生かし、スポーツ大会、乳児院の子供、介護従事者など、災害以外の分野でのボランティア活動を強化している。 2001年4月1日開校の兵庫県新旧市会運営による新旧市の養成学校。開業新旧市の専門団体が養成施設を設置するのは全国でも初の試みであった。同会が卒業後の独立開業までを支援することを特徴とし、初年度の第一期生は約70名であった。それまでは兵庫県内の新旧市の養成施設は、 兵庫県立盲学校など公的施設のみであった。同校は、阪神、淡路大震災で全開した会館の再建とともに1995年に設立が計画された。昼間部とや幹部が設けられ、生徒は高校を卒業したものから社会人まで幅広い。当初は、兵庫新宮専門学院として設立後、2004年4月に兵庫県より、 先修学校の認可を受けて、現在は、兵庫新級専門学校となる。2008年4月には、学校法人化される。同法人として、兵庫や荒星専門学校も持つ。カリキュラムには、新級の専門科目のほか、人文、社会科学なども織り込まれ、幅広い知識を学べる。現役の新級士との交流会や、セミナーなども実施。 納税法などの実務面の指導も行い独立するためのノウハウまで指導する。理事は選挙によって13から15名が選ばれ、9つの事業部を持つ。14支部を持ち、それぞれの代表者である支部長が会員の意見を組み上げ、理事会に反映させることで9つの事業部が具体化し活動を行うシステムとなっている。 郵便番号650-0003兵庫県、神戸市中央区山本通り2-14-31、兵庫県新旧市会館主部名以上、ハット AB 一般社団法人兵庫県、新旧市会公式サイト本会のご紹介、AB 神戸新聞平成13年5月12日、兵庫やわらせ専門学校公式サイト兵庫の、公衆衛生第31号、 ABC 新旧柔らせ新聞第993号、阪神淡路大震災20年からに方式で、被災者ら史実経験を今に、一般社団法人日本省に貼り、学会公式サイト兵庫の公衆衛生平成27年、兵庫県功労者表彰費表彰者名簿、一般社団法人兵庫県、新旧司会公式サイト遠隔、兵庫新旧専門学校公式サイト、 一般社団法人兵庫県新旧司会アクセス一般社団法人兵庫県新旧司会公式サイト支部のご案内ありがとうございます